こんにちは。世界一わかりやすいスポーツ科学の紹介、星槎大学、スポーツ身体表現専攻の林直樹と申します。よろしくお願いします。はい、スポーツを科学する、というふうなことですが、このスポーツに対するアプローチですね、いろいろなものがあります。こちらに載っけましたけれども、心理的なアプローチをするのであればスポーツ心理学になりますし、哲学っていうふうなことで考えようとなるとスポーツ哲学ですね。コーチング学やマネージメントというふうな観点や、いろいろスポーツに対してその何食べなきゃいけないっていう栄養学であるとか、いろいろな、学問からアプローチすることが、可能です。その中で本日はですね、スポーツバイオメカニクス、という観点から、説明をしていきたいと思います。ですね、どのような観点で見ていくかというと、体の各部位の角度や速度が、分かる、このようなことが分かるとピッチャーの腕の使い方ですね、そういったものが、分かったりしていきます。力やパワーが分かるというふうな観点では、ボクサーの、パンチですね、こちらの、質、まあ、重いであるとか軽いであるとか、そういったことを表すことが可能になってきます。またエネルギー、という観点ではランナーのその燃費ですね、そういうふうな部分での、見方ができるということです。このような、いろいろな観点がありますけれども、一番上のこの角度や速度という観点でですね、本日は映像からこの位置を算出していく方法というものを紹介していきたいと思います。はい、題材としてはですね、バドミントンのスマッシュをちょっと紹介してみたいと思います。はい、よいしょ。このようなスマッシュですが、これ私です。はい、連続写真としてこの動作を捉えていくとこのような形になっていきます。写真でこういうふうに評価をしていくとですね、まあ、観察が主となるわけです。ここの角度がだとか肘はここで伸びていってますねというような観点になるとは思うんですが、非常に感覚的な表現になってしまいます。そこでこの分かりやすいですねを高めたいという意味で数字などで表すとより分かりやすくなっていくわけです。はい、定量化するという専門的な用語がありますが、まあ、簡単に言ってしまうとこの数値化をしていくということですね。はい、体の各部位を点として捉えます。このような形で点で捉え、さらに、リンクしたモデルとして捉えていくためにこのスティックピクチャーという線で結んでいきます。このような形でですね、線で捉えたものが動いていくっていう風な形になります。これを、実際に見てみますとこのような形、先ほどの動作をこういう風に線で表すわけですね。残像を残してちょっと観察してみましょう。動作の中で、こういうふうに移動しているというのが分かると思います。さらにその一点に注目して軌跡を見てみたいと思います。この場合、今日はラケットヘッドの軌跡をちょっと、見てみたいと思います。ラケットヘッドの速度はシャトルの速度に、関係しています。黒い先端の部分ですね、このように動作の中で描かれるというのが、まあ、はっきり具体的に分かっていきます。この時の、この軌跡の長さがその距離を表します。これは時間で、まあ、そういうふうに動いているということなので、この長さが長ければ長いほど速度が速いということを表すことができます、表しています。はい、このように描かれるスティックピクチャーですが、先ほども言ったように体を点と線で描いています。これは、シンプルに考えられます。余計な部分が、削ぎ落とされていますのでね、見たい部分がしっかり見られるという観点ですね。
そしてこの点の移動というのが、距離を表します。先ほども言ったようにこれに時間を関係させると速度が出てくるわけです。そして、線と線がなすその角度というものの増減ですね。こちらにも、時間を関係させると角速度、どれぐらいの速さで回っているかというような、観点ができるわけですね。このような、ものを実際に数値化、していく方法もパソコンの中であります。入力したものからこういうふうに、もうグラフになります。具体的にどこの部分がどれぐらいの速さかということが表されるわけです。グラフや表にして分かりやすく表すことが、可能になります。そして、その数値の意味意義を理解することはパフォーマンスの、向上につながる、あるいは指導にも活かせるということですね。私自身いろいろなあのバドミントン の, その指導の中において、肘が下がってるだとかそういったことを具体的な数値で表すことにより、指導の効果が上がったという例もありました。はい。他にもですね、あの試合中の打点位置を特定していくことによって、観察だとかその数値化も可能になります。ちょっと具体例1個紹介します。このようにコートの中でどこで打ってるかというのをこの点で表しているわけですね。これを、パソコンに入力したらこういうふうな、絵が描けるわけですね。これをまあ横から見たりだとか上から見たりだとかあと正面から見たりといういろいろな角度から、どこで打ってるかということを観察することができます。このようにその高い位置、低い位置っていうふうな部分、まあ、これはあの全体像なんですけれども、こういったことを見て、そこからいろいろ分析することが可能なわけです。こういったデータをもとにですね、私が指導した、まあ、あのバドミントン選手、大学生なんですけれども、ナショナルチームの選手に、勝利したというふうな過去の事例もありました。このようにですね、スポーツを科学する、なんていうんですかね、感覚的な部分でやっていく、根性だとかそういうふうな部分でやっていくっていうことも大切なんですけれども、ですね、この科学するっていう観点が必要になってくる時代だと思います。単なる科学だったら、その物理や工学を専攻する人の方が強いと思います。しかし、これスポーツをですね主専攻とする人がこの科学的にスポーツに取り組むということに意味があります。スポーツをやってる人にしかわからないその感覚であるとかそういったことが、ですねその科学的に行うっていう部分にも非常に、好影響を与えるからです。はい。スポーツを志す皆さん、ぜひですね共に学んでですね、このスポーツの未来を築いていけたらなというふうに思います。はい、どうも今日はありがとうございました。